木山役、足立梨花さんもオラップです。ありがとうございました。お疲れ様でした。すいません、お疲れ様でございました。お疲れ様です。長い間お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。あこちゃんとそしてグランマと、家族になれてすごい楽しかったです。まあパパが8話ぐらいしか出てきてないっていうのはあれでしたけどね。でもみんなで仲良く撮影も楽しみながらできてすごく良かったです。また皆さんとどこかでお仕事できるように頑張りたいと思います。またその時はぜひお力を貸してください。ありがとうございました。ありがとうございました。